ペシャーアワルは、パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州の州と、かつて連邦直轄部族地域の行政上の中心地であった。人口197万人。ペシャーアワルはペルシャ語で、高地の鳥でという意味である。日本では、ペシャワール、ペシャワールとも表記される。西に5 0トル行けば、カイバル峠があり、アフガニスタンとの国境にとても近い。 モハバトカーンモスクペシャーワル大学バラヒッサールトリで、ペシャーワルはカイバル峠からわずか50キロメートルという地理的条件から古代より多くの民族の支配を受けてきた歴史を持つ。紀元前6世紀にはガンダーラの王国の支配を受けた。また、ハラッパーを中心とするインダス文明やバクトリア地方とを結ぶ血接点の役割を果たしてきた。 歴史学者のターショス・チャンドラーによると、紀元前100年頃には、ペシャー・ワルの町には12万人の人口を誇り、当時では世界で7番目に大きな都市であったという。ベーダの文献に従うとプシカラバーティと呼ばれる町が、ラーマーヤナの時代にあったとされる。しかし、この町の存在自体は、考古学の研究においては妥当ではないとされる。記録に残っている歴史では、 ペシャーワルにおける最古の都市は、サンスクリットで人間の都市を意味するプルシャプラがクシャーナ朝によって建設されたことから始まる。クシャーナ朝以前のペシャーワルは、ハカーマニシュアサ、アレクサンドロス3世の大帝国の支配を受けていたと考えられている。アレクサンドロス3世のディアドコイであるセレウコス1世は、チャンドラグプタと争い、インドからの撤退を余儀なくされた。 その後、ペシャーワルは、マウリア朝の支配を受け、マウリア朝の時代に仏教が伝来した。ペシャーワルを含む地域は、グレコバクトリア王国の OEN、ユクリタイズ愛によって支配され、後に、インドグリーク朝へと発展を遂げた。インドグリーク朝は、現在のパキスタンから、北インド一帯を支配するに至った。その後も、中央アジアから、多くの民族がペシャーワルに侵入した。 その中で最も有名なのがインドパルティア王国を建国したとされるゴンドファルネスである。彼は紀元前46年にペシャーワルへの進行を開始した。ペシャーワルがガンダーラ地方の中心部を構成するようになったのはクシャーナ朝カニシカ王の時代である。少なくとも西暦127年に即位したカニシカ王はペシャーワルを 仏教研究の中心へと発展させた。当時としては最大級の釈迦の遺骨を収めるストゥーパを建設する。一方で、ペシャーワル旧市街にはガンジーゲートと呼ばれる門を建設した。カニシカオが建設したストゥーパはアフガニスタンの山々からガンダーラ平原に降り立った人々を大いに共嘆させる建築物であったと伝えられている。400年頃、 中国から経典を求めてインドへ旅した総北権はカニシカ王のストゥーパについて記録した。ストゥーパの高さは約120メートルであり、その美しさは類を見ないものであると記録した。現状がペシャーワルを訪問したのは634年であるが、その頃にはペシャーワルの仏教寺院はかなり後輩が進んでいたとされる。 カニシカ王のストゥーパペシャワールがトルコ系ムスリムの支配を受けるようになったのは988年のことであった。それから16世紀までの間トルコ系ムスリムに協力したパシュトゥーン人の支配を受けることとなった。ムガル帝国がインドで勃興し、初代皇帝バーブルが今日のウズベキスタンまで侵攻し、ペシャーワールの再興が促された。 1530年には、孫のアクバルが、現在のペシャーワルを名付け、市場や、要塞の拡充に努めた。ムスリムの技術者、官僚、戦士、貿易商人、科学者、建築家、教育者、進学者、スーフィーらがペシャーワルに居住するようになった。ペンの気候区分では、ステップ気候。夏季は、非常に高温で冬季は温暖。日最高気温は6月が、 最も高く、平均で摂氏40度を超える。日最低気温は6月から8月にかけて、平均で摂氏25度以上である。1月が最も気温が低く、非最低気温及び非最高気温の平均は、それぞれ摂氏4度及び摂氏18度程度である。観測史上の最高、最低気温は、それぞれ1995年6月18日に記録した。 摂氏50度と1970年1月7日に記録した摂氏4度である。30年間の平年では年間降水量は4 0 0、mm、トル程度である。2003年には9 0 4 5ト、mm、ルの最大値を記録した。パキスタンの大部分はモンスーン気候に含まれるがペシャーワルは含まれない。降水のピークは夏季以外にも早春にも現れる。 西方からの低気圧上乱により2月から4月に特に多い月間降水量が記録される。早春の月間降水量の記録は2007年に月に記録した2 3 6ト、mm、ルである。一方で、夏季の月間降水量の記録は2010年7月に記録した4 0 2ト、mm、ルである。2010年7月には、 24時間降水量 274mm の記録を29日に観測した。それまでの24時間降水量の記録は2009年4月の 187mm であった。平年の早春の降水量は夏季よりも多い。ペシャーワル博物館、ありがとうございます。